山地です、えー、今山路散歩という新しい企画を考えてまして、えー、アゲオ運動公園に来ています。なんつって <laughs> す山地でございます、えー。ご無沙汰しております。二、えー、月ももうすぐ終わりということで、二千二十年の二月一月二月がもう終わってしまいます。えー、あっという間ですね。えー、僕も今の職場派遣の職場でも仕事が今月いっぱい二月末までの契約期間で満了という形で。 契約更新はせずに終了となりますそれで3月からはまた新しい派遣の仕事で仕事をするわけなんですがまあ以前もですね派遣の給料というのはいくらぐらいなのかということを動画で公開しておりますのでそちらも是非ご覧になってみてください で今あの、まあ、正規雇用、非正規雇用、まあ、分かれてます、でこのうんまあ、営業とか販売、事務、ドライバーもです、ね、派遣の人が非常に多くて、で僕の職場でも、まあ、僕の今やってる仕事っていうのは基本的には派遣の人が多いです、どこのディーラーさんでも。あちなみに私は、えー、某トララックディーラーで えー、納車引き取りの仕事をしておりますで基本的に、まあ、えぇ、ー、日野、椅子図、UD トラックス、不装でまあ、ありますけども、えー、多分ね、日野だけは直雇用、で、ちょっと最近派遣も入りつつですけど、他は、えー、派遣社員です。が、えー、この納車引き取りの仕事っていうのをやってます。 で僕が、えー、今回、えー、公開するのは1月働いた分のお給料、2月に支給されたお給料の、えー、金額をお伝えしたいなと思います。皆さん、お金の話は大好きでしょう、えー。お金の話が嫌いな人はいない。一体あの人はいくらもらってるんだろう。 えいくら稼いでるんだろうっていうのは非常に気になる話だとは思うんですけどまあたいまあ僕がこの3年ぐらいだいたい運送関係で仕事してきて僕自身もそうですけど周りの人に聞いた話あとはあの YouTube の動画の方でコメントを来ますとねやっぱ地域差っていうのはありますね。 で私は埼玉ですけど関東でまあ大体関東であれば、えー、大体は同じような金額なんですけど地方によっては僕と同じ時間同じ日数働いて手取りで十数万円とか、えー、かなり賃金格差っていうのがあるなっていうのは感じていますうんーまあねこう僕は今47歳 でまあ、正社員本来はなりたいんですけどどうしても求人見るとだいい二25万円ぐらいの総支給っていうのが多くてでどうしても今学費子供が2人いるんで学費を稼ぐっていうことになると、まあ、派遣社員って時給いいんですよ、まあ、正社員よりはだから毎月の月収に考えれば目先の月収だけで考えると。 派遣っていう働き方を今僕は選んでいますで、まあ、同時並行して正社員の求人も見るんですけどまあねこの3年間いろいろ見てきてもう見尽くした <laughs> でまあ営業職まあ山路さん不,不動産のね宅建の仕事をやればって言われるかとは思うんですけどん、まあ、ちょっとねツイキャスの方でもつぶやいてはいますけど 今こうして普通に喋っていますがちょっとね言語障害まではいかなくても人と知らない人と話す時に言葉がポンと出てこないっていうか会話がちょっとねできづらい症状っていうのがあってどうしても営業職販売職だとお客さんとか顔を合わしたことのないお客さんと喋るっていうことが多くなるのでちょっとそれがまだリハビリ期間中 無理かなっていうのもあるんで、まあ、基本的には一人でできる仕事、まあ、それが僕にとってはこの運転とかドライバーの仕事になるんですけどそれを選択しております、はい、だいぶ話が脱線しました早く給料の金額教えろっていう皆さんの声が <laughs> ありますんで、えー、お話ししていきたいと思いますまず1月1月はですね、えー、皆さんご存知の通り、えー、お正月休みがありました あとは成人の日っていうのがあって、えー、お休みが多かったです。じゃあ1月何日出勤したかと言いますと、就業日数は20日間です。えー、1月は、えー、1月って31日までありましたっけ、えー、まあ31日間のうち出勤したのは20日間でした。これはあのー、カレンダー通りが基本なので、えー、日曜日が、まあ基本休み。 あと土曜日は、これは会社カレンダーによるんですけど、土曜日営業したりしなかったり、で、祝日はお休みという形で、1月は休みが多くて出勤日数は20日間でした。そこで、え働いた時間はですね、え20日間出勤して、労働時間は7.5時間なんですね、1日。1日7.5時間の労働時間。 で基本の労働時間っていうのは150時間でした。はい。えー、基本労働時間は150時間。で、当然残業があります。で、この仕事っていうのは、だいたい僕毎日朝7時から7時半に出勤して、まあ、早出ですね。そこから終わりは、定時は17時15分。夕方の5時15分なんですけど、その時間ではぴったり終わらない。 で残業がありますで比較的1月はそんなに多くなくてで残業時間何時間したかというと、えー、ちょっとここは、ね、ややこしいんですけど7.5時間なわけですよ。で基本普通8時間労働じゃないですかだから7.5時間から8時間までの30分間っていうのは所定内残業時間ということで30分間ここは残業時間。 1.25倍されないんですよ。時給そのまんまの金額。で、その所定内の残業時間っていうのが10時間です。はい。で、ここね、計算方法が僕も何回求人見てもよく分かんないんですけど、ええー、まあ10時間。で、8時間以上を超えた場合の、超えた場合、超えた時間の残業時間っていうのが47.25分。 よくわかんない。まあ、47時間。47時間と30分ぐらい残業しましたよっていうのが1月でした。だからこれはそんなに多くはないんですよね。まあ1日にして2時間ぐらいな感じの残業時間でした。じゃあお給料いくらなのっていう話なんですけど、150時間の基本労働時間に対して時給が1400円。なので、えー、基本給。 まあえー、1,400円 ×150 なのかなそうすると21万円はいでそこに残業時間先ほどの47.25時間っていうのが、えー、1,400円の1.25倍、まあ、この金額ですね、えー、この金額 ×47.25 すると残業時間が、えー、残業金額が 82, 円大きいやっぱね残業しないと稼げないんですようん残業しないと稼げないで先ほどのちょっと話した所定内7時間半から8時間までの10時間に対しての残業代は1万4000円ということになりますだから8時間超えた分の8万2980円と所定内の残業時間1万4000円足すと 9万6980円かなそんぐらいです残業時間が出るっていうのが、まあ、派遣のいいところっていうのがあると思いますだからよくあの、まあ、正社員でも、まあ、このドライバー関係よく多いのが日給月給ってあるじゃないですか、まあ、日給1万2千円何時間働いても1万2千円まあそれだと9時間で終わる日もあれば11時間12時間働いても同じ時間っていうのがあると思うんで えー、派遣だと残業代が出ますなので、えーまあ、日給月給で働いてるドライバーさんで、えー、そんなにもう毎,毎月ね、えー、ガツガツ稼ぐのきついなとか働いた分はきっちりお金で欲しいなっていう人は、えー、派遣一つの方法じゃないでしょうかただボーナスないですただ運送業界っっってててあんまねボーナスって言っても 大手じゃない限り5万円とか10万円とかっていうもんだと思うんででがっつりやれば僕ねこれがっつりやろうと思えばもっと残業代稼げるんですよただそこまでガツガツ残業しますって言ってやってないんで47時間とかですけどやろうと思えばもっと稼げますでもっと稼げるディーラーさんありますえご相談いただければ埼玉県内で知ってるディーラーさんで稼げる ディーラーラさんありまますすでお教えいたしますじゃあ総支給いくらかと言いますと、えー、先ほどの21万円と残業代8万2980円を足して、えー、総支給額が30万とんで6980円です、はい。山路の1月の給料は30万6980円でした。 交通費は僕近いのでありません、はい、でそこから、えー、控除、まあ、社会保険が引かれます、えー、健康保険介護保険雇用保険所得税厚生年金引かれますでその控除の金額が 42, 4万2904円引かれますで、えー、差し引きの支給額というのがいくらかというと26万4076円、はい、もう一度言います 手取り金額は26万4076円。これが山地の1月のお給料で、1月じゃないや、2月。2月の給料でした。はい。これにプラスして、えー、まあ、YouTube の収益と不動産の方の、えー、お小遣いが毎月定額で入っていきます。ということで、まあ、そこそこ山地も稼いでるということでございます。 ま、3月の給料は、ま、大したことないと思うんですけど、また、え、出ましたら、報告したいと思います。えー、ま、お金の話でございました。また何かご質問等あれば、え、コメントでお寄せください。はい。では、山地でした。